駅線ラジオショッピング、今回は世界のトミカでも作らなかった新しいミニカーのご紹介です。中川の町工場マルカから新発売の働く車シリーズ、ズバリ64分の1スケール霊柩車です。ご覧ください。金色の屋根が美しいセダンタイプとゴージャスな金色のリンカーンタイプ、お子様の人生観を変えてしまうかもしれない素敵な一台です。ぜひお子様の誕生日プレゼントにいかがでしょう。エキセントリック中川、発車します。出発進行。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。愉快なアキンド仲間と一緒に博多南駅2階ルルンバックヤードスタジオから中市レディオシンジケートに乗せて30分間、本当に申し訳ございませんでしたと土下座をしてしまった元カトゥーンなあなたに元気をお届けします。さてご挨拶を。こんにちは、今日はいろいろ喋っちゃいます。土下座したことないみよみよです。こんにちは、元カトゥーンなヤスミンです。土下座あるかな。まあちょっとお話しますんで、マルさんです。そして今日はヒトちゃんがおやすみ。おやすみ、これインフンでないね。あ、おやすみ、インフンでないですね。なんかあの飲みすぎでお休み。そう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 、シャンパンをね飲みすぎてたみたいですね。お休み昨晩。いや、あのね、まあこの前ほら、元ね加藤ちゃんがあの土下座してたじゃないですか。元加藤ちゃんか。元か、加藤で元カトゥンか。そこ難しい。綺麗な土下座してましたね。あれひょっとしてしたことあります？どなたか。もう最初言っちゃった。話聞けよってね。ダメだダメだ。では、ヤスミンお願いいたします。うわ、今日伊藤ちゃんいないから回ってくるの早いですよね。そうですよ、早いですよ。いや、私結構土下座多いんですけれども、ここでは語れないような土下座が多いんで、一番可愛らしいのをちょっと発表するとです ね、ありがとうございます。なんとなく、ハロフェスの仮装大会というのが博多南駅 の広場でですね、去年10月ぐらいに、去年の10月の終わりだったよね。 あったんです、うん、で、そこで私、中川のお花屋さんの、お花屋さんのですね、うん、花うららさんというちょっと同世代の女性、うん、あ、長澤さんとこが花うららになると。あ、そうなんです。そうです。そこの、その女性経営者とですね、うん、2人でちょっとやろう、仮装しようよということになってですね、うん、彼女が招き猫で、うん、私がだるまの、いでたちで、あ、なんか似たような気がする。何もせんでいいやん。いや、もうみんなからよく言われた。切る必要なしって。そう、もうほんとさ、うん、そう、だるまがだるまになっとるってよく言われたんですけど、うん、それで、うん、その時に、失礼やこれ。そうそう、で、それでね、ステージでこう華麗なる昭和のボックスダンスを披露したんですよ。あ、ステップ踏んだわけね。そう、ステップを。おうおうおう、さゆりでよくやるやつね。そうそうそう。そこで出てきます。ボックスダンス、だるまでボックスダンス。で、その後にやっぱパフォーマンス賞というのをいただいたんですよ。大したいでたちでもないんですけど、うん、で、まあまあパフォーマンス賞をいただくのの中の一つの動きとして土下座をしました。あー、全然面白くない。謝ったわけじゃないね。いや、そうそうそう、だから可愛いところの土下座でいくと、なんかこんなふざけた商売人でごめんねみたいな感じで土下座をしたっていうのが、私の土下座ネタです。二重だるまの土下座ね。二重だるまの土下座。一皮むいてもまただるま。マトリョーシカみたいな。少しずつちっちゃくなっていく。ちっちゃくなるかな。いや、私もね、はい、丸さん、いや、私あんまり、なんだろう、いい格好しいかもしれんけど、ちょっと一回土下座したことあります。一回だけですか。人生一度。人生でも本当にね、
カト並みにね、カトちゃん並みにね、あの頭をすりつけたのその時だけですね。あのね、専門学校で前勤めてたんですよ。ああ、うん、なんかあの弁当拾い食いしてた頃。そうよく覚えてるね、そんなこと。何ですか、弁当拾い食いって。覚えてないとちゃんと聞こうよ。いやいや、まあいいや。それでね、あの教え子の男の子なんだけど、うん、すごく出来がいい子がおって、うん、あの卒業して3年ぐらいね、どっかデザイン事務所で仕事してて、帰ってきてうちに婚活って、はいはい、あのうちで先生してもらってるんですよ、はい、あのイラストレーターとかフォトショップとか、ね、うん、先生してもらってて、その子がね、なかなかこう上とね、うまくいかない、はい、子だったから嫌われてたんずっとね。でも学生からのファンめちゃくちゃ多いんよ。はあ、うん、もう口は悪くてね、学生に平気で死ねとか言うんだけどね。でもそれでもね、すごい嫌なやつじゃない。ファンがね、50人ぐらい来るわけよ。ものすごい好かれてて、僕らそいつ切っちゃダメだって言ったんだけど、あの切っちゃったんだよ。でそれで切られてね、その子がもう次どうしようかっつって、はい、なって、そういう時にその業界のね、あのパーティーかなんかって、はい、行って、そこで、あ、そんでちょっとなんかマイクが回ってきたからね、すいません、こいつが今回切られたんですよって、みんなの正義を守るためにね、はい、ちょっと解雇されたってこと。解雇されたんだけ、ね、どなたかこの中でね、こいつ雇ってくださいって本気でその時は土下座しましたよ。会社の他のいい話に持っていったの今。いやいや、すいません、嫁になんか今今日株上げようとして、何この話。ムカつく。それが目的。そんな、いやいや、そんな目的のためにカトゥーンまで引っ張り出してさ。自分が策略ではないですよ。違うで、腹立つ。あ、分かった分かった、あの嫁に出ていけって言われて土下座したやつでいいですか。そっちの方がいいわ、おもろいわ。いやもうそんな話用しとうないし俺。へあ、そう、それでね、土下座でね、ちょっと調べたらね、うん、正しい土下座の仕方ってあるんですよ。作法、はい、最初ね、まずね、まず0番でね、自分に非があったことを認めましょう、はあ、それから1番目、うん、素早く3歩ほど後ろに下がり、はあはあ、後ずさりしますと、はあはあ、それから2番で正座をします、はい、で3番目大きな声で申し訳ございませんでしたと言います、はいね、はい、それから4番目、はい、言い終わる刹那に頭を下げ、地面から1センチの高さで固定する、はい、あー、地面から1センチなんですか。ついちゃダメみたいなんですよ。あ、それから相手から許しが言葉が出るまでは姿勢を続けます。あ、固定するんですね、1センチ。じゃあそこで相手がどっか行っちゃったらどうするんですか。違う、なんで行くの。知らんふりして。でそれで6番目聞いて、相手がね、怒りが収まらないときは、うん、土下座の姿勢を崩さず再び申し訳ございませんでしたという。あー、へー、これがね、正式な。カットゥーこれ読んでますね、絶対。綺麗でしたもんね。綺麗でしたね。でもあれ、土下座といえば半沢直樹でしょ。あれ、何回も見ちゃいますね、あのシーンは、うん、YouTube で。やられたらやり返す、微笑み返しだって言ったやつでしょ。これ叩くとこ開いた。でもあれ、いつの話だって思う、何年ぐらい前と思ってます。何が放送が、最近のイメージですよね、3年とか。どれぐらいになる、分からんでしょ、うん、私調べた2013年ですよ。もう6年経ってるんですよ、あれから。6年経ってるんか。なんかね、あの続編ができるとかできないとか。あ、2020年になんかできるとかって話がありますよね。ね、楽しみですね。あ、うん、堺雅人と香川照之が出てたでしょ。うん、それで香川照之がそうって言いながらね、土下座を少し頭テーブルのとこで頭を下げていくんだよね。あの、なんか取締り厄介かなんかとか。カクやってましたね。やってたカク言ってんのあれ。なんだかよくわかんないけど。まあね、あの上手な役者さんですからね。あ、そう、うん、浜美恵子さん、まあいいや、どうでもいいね。すいません、話が古すぎて申し訳ない。もう分かんなかったもん。そう。じゃあそろそろ、とにもかくにも今日はこの3人でお送りいたします。糸ちゃん帰ってきて。行きましょう。せーの、中川の中心で仕事愛を叫ぶ。どん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 、パフ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 。
パフ書いてないですよ。シナリオ通り。今日はですね、一番こう落ち着いてて素敵なみょうみょうおじさんにお話を聞いてみようと思っています。安定感バッチリのですね、みょうみょうに。そうなんだ、うん、で、あれ、うん、なんかあのね、どういきます、なんか聞きます、それとも、こっちからなんかこう言っていきます。じゃあ一個一個言っていいですか。ちょっと一応、はい、履歴があるんでちょっと読みますね。読み寄ったら長いですよ。あ、かいつまんでいきます。まず58、あ、68年か、飯塚市でお生まれになったと。子供の頃の夢はレーサー、トラック運転手、漫画家って書いて、あ、漫画家いいですね。それから高校2年生パソコン富士通を買った。あ、これがひょっとしてパソコンとの最初、うん、いや、もう自分で説明していきましょうかね。あ、そっか。そうだね。もとい、うん、まあ、まずだから仕事ですよ、うんうんうん、仕事はまあ、パソコンサポート、ね、あ、パソコンサポート、サポートって言って、まあ、パソコンとか、まあ、ネットとか、まあ、最近はスマホもですね、うん、とかで困ってあるところに、まあ、行って、それをこの困ってることを解決するみたいなことですね、うん、をやってます。はい、うんうん、やっぱりね、あのパソコンさ、わからん、ごめんけど、はい、おじいちゃんにはわからんよ、パソコンは、はいはい、うん、今日お姉さんもわからんやったろ。お姉さん、なんかさっきスマホがおかしくなったって言ってね。そうそうそう、おかしくなって笑いよったもう、ちゃちゃって直してやったよ。そうそうそう、みょうみょうありがとうって思ったもん、ほんと。でもずっと、うん、業界的にはもうずっと同じ業界です、仕事しだして20歳からですね、はい。で、まあ、さっき言ったそのきっかけは、子供の頃はね、レーサーとかになりたかったんですけど、まあ、きっかけは高校生の時にパソコンを買ってもらったんですよ。それ、あの友達がパソコン買ってもらったって言って、うん、その友達ん家に遊び行って、うわ、いいな、欲しいと思って。でもその時代のパソコンってなかったでしょ、まだ高校時代って。みょうみょうが高校の時、今みたいにパソコンが当たり前じゃない時代に、あ、そうそうそう、パソコンをに触れたってことですよね。そうそう、あれだ、洋服ダンスぐらいあるやつよね。あの、ない。それはなかった。それまずパソコンじゃないし、英語っすね。そうそうそう、でテープがこうぐるぐる、あのウルトラマンみたいにこう回ってる。それももうない。その頃ない。ねえねえ、時間がなくなるけど、もう願いけ、ボケちょっと減らして、みよみよの話今日聞きたいんだから。でもね、うん、カセットテープはあったまだね。あ、はい、あ、その時代ですよね。記録するのはカセットテープやったんです。磁気媒体にね、うん、そうそう。で、当時だから30万ぐらいしたの。あ、よく買って、そうそう、今思ったらね、よく買ってくれたなって。で、できることって少ないんですよ。もうベーシックで ねプログラム組んで、途中でもパソコン雑誌ってあったからですね、もう。で、そういうのを見てプログラム組んで、あ、自分で組み始めた。まあ、その真似てですね、その時はね、あの雑誌に載ってるのを真似て、うん、その通り出ていくと、なんかゲームができるとかね、うん、うん、そんな感じで。俺もその頃やったら、あの色だけは変えることができましたね、赤とか黄色とかね。いや、だからね、カラーもまだ珍しかったんですよ。数字で0、なんとかの組み合わせだったよね、数字のさ、うん、そこまではしたけど、あとがもうついていかんかった。あとプリンターとかはもうほぼなかったですよね、まだ家庭用のプリンターとかね、あの感熱紙のやつがやっとあるぐらいで。そうそう、感熱紙でしたね、うん、だったんですよ。うん、で、それがきっかけで、まあ、ちょっと勉強してコンピューター学ぼうかなと思って、うんうん、コンピューターの専門学校に行ったんですよ、うんうんうん、はい。で、そこで、まあ、情報処理の基本とか、うんうんうん、あとちゃんとビジネスマナーもそこでね、教えてくれるんですよ、うんうん、もうビジネスの専門学校だったんで、うんうん、それはあの役に立ってますね、うん、ああ、なるほどね、うん。で、専門学校で、あのいろいろやっぱ資格をですね、特に国家資格も取らせてもらったし、簿記とかも取ったんで、これも役立ってますね、今。あの確定申告のね、ソフトの操作、弥生のね、はいはいはい、使い方とか、そういう相談も多いんですよ。多いと思います。やっぱり元が分かっとかないとね、そうそうそう、数字の動き方とかがね。単純な操作だけじゃなくて、やっぱりね、仕分けもこれどうしたらいいかとかね。だからね、ちょっとそこは税理士さんとはまたちょっと違うんやけどね、違うんやけど、まあちょっと説明分かる範囲でね、したりとかね。確かにそうでしょう、うん、そうなんです。だから今企業のところをみょうみょうがこう回って、定期的に回って、うん、そこでパソコン操作の SOS を解決してるっていうイメージなんですよね。まあ、そうですね、企業だったり個人だったり。あ、個人もあり、うん、あり、半々ぐらいかな。どっちが多いですか、うん、
だから半々って。あ、ごめんなさい、今いや、ごめん。違う。いや、今次の質問また考えすぎて、じゃあさ、私の悪い癖。あの、どっちが多いと何がですか。だから半々。あ、そう、半々。わかりました。個人のとことか、あの、結構面白い、ご年配のとことか行ったりするんですよ。はいはい、で、パソコンね。はい、うちも来て。あ、もうおじいちゃんだからね。そうで、こう、あの、パソコンのね、使い方を教えたりとか、なんかちょっとトラブってるとか解決したりして、そしたら、あの、ちょっともう一つちょっと見てほしいんだけど、はい、最近冷蔵庫が冷えんのよって。ちょっと冷蔵庫開けてみたら、あの、温度の設定がね、ちょっと高くなってて、それ戻してあげたりとか。俺冷蔵庫すごいよ。あれ後ろだよ。後ろのねファンのところにねホコリが溜まってるか、ファンが回りきれてない場合がある。ああ、はいはい、あれ出荷するかもしれんから、はい、必ずあれは取った方がいい。もうひっつきってるからね壁にね、うん。それがどうしたってね。ごめん。つまんねえ話しました。あとよくあるのはテレビ買い替えたんでチャンネル設定してほしいとか。そこまでやる。そこまで。あとあったのは。もうまあそこでまた終わった後ね、もう一つちょっといいですかって、ちょっと外なんですけどって、うん、ワイパーの操作どれですかね車あれそしたらさ、糸ちゃんみたいに全て受け負ってるよね。我が家いろいろ一緒だよね。あとご年配のとことかを伺った時とかは話がしたいっていうのもね、やっぱあるみたいで、うん、だからね、もうパソコンとかね、もうちょちょっと終わってしまって、あとずっと話してるみたいな時も結構あります。じゃああれだね、高齢化社会になくてはならないお仕事になってきてるね。で、あと今ね、一つやっぱ一番思ってるのはね、あのネットで詐欺とかに遭う、あったりするじゃないですか、はい、架空請求があったりとかね、うんうん、あとやっぱちょっとアダルトサイト見てて変なのが表示されて、はい、それを信用してそのままね、うんうん、なんだかんだやっていって結局お金払ったとクレジットカードの番号入れたとかね、うんうん、そういうのをね、なんとかしたいなってやっぱ思いますね。そういう SOS もあるんですか？あ、もちろんあります、ね、子供がなんか変なのに引っかかったとかで親御さんから依頼が来たりとかあります、あります。それあるよね、うん、今やったら。で、やっぱり高齢者の人やったらあたふたすると思う。するする、だってそれでしょ、おじいちゃん。いや、俺とかほら、一応ずっとパソコン畑って言えばパソコン畑で操作は来てるわけだから、もう何が来ても動じないね。こんなもん捨てろバカ野郎って、必ず捨てるよ。電話なんか一回もしたことないし。だけど俺バージョンアップもしてないっちゃ。そうそう、でもね、そう、子供とか電話しちゃうんですよ。そうですね、やっぱりね、脅されちゃうと怖いからね。そう、うん、かわいそうだよね、そんなのね。うん、でもみょうみょうって、私はみょうみょうが何の仕事してるか知ってるから SOS 知ってんだ知ってる知ってる、できるけど、そのどうやって、口コミが多いんですか、やっぱり。口コミやね、営業はしたことないからほとんど紹介紹介で、もともとはね、まあ、会社はね、まず専門学校出た後、福岡の大手のソフトウェア開発の会社に入った、180人ぐらいいる会社だったかな。で、そこはメインが派遣で、で、もちろんずっと日立系の販売会社に行って、で、そこでもういろいろやっぱ教わって、もうそこはすごい、あの、もう社員と同じように扱ってくれてですね。で、もう全国飛び回ったりしたし、で、ね、社員旅行とかも連れてってくれて、結構よくしてもらってですね。で、そこで、2年間都城に常駐して日立製作所のプロジェクトで、はい、あ、そこはきつかったって書いてありますよ、結構、ハードだったんですね。でもね、この業界昔はね、もう残業当たり前、今やったらね、もうブラック企業って言われるけど、0時とか終電まで残業とかね、当たり前やね。 IT はね、もう、で、その後、まあ、自分の会社に戻って、で、そこから部署が独立してとかね、いろいろ段階得て、で、その時に前のその会社で私がこういうことやりましょうってちょっと提案したんですよね、はい、それが、商工会とか商工会議所の会員さんに困ってるのを解決していこう、うん、だからその商工会議所がまず受付窓口になって、はい、で、そこから依頼されたところに私が行くっていう、それがね、だんだんこう広がっていって、そうそうそう、今も中川商工会を通せば、あの、みょうみょう、ね、あの、会員さんはお金を払わなくて来てもらえる、第三金、基本第三金曜日、それは中川市商工会の会員さんのみの特典で、3時間でしたっけ、2時間、1回基本1時間だけど、はい、まあ、あの、予約が少なければ2時間取れたりとかすることもある。あ、本当ですか、うん、基本1時間ずつなんで、はい、大体その第3金曜日に6件
あ、回ってるんですね、うん、そうそうそう、すっごい仕事してますね全く感情こもってなかったけど今ねでも今の話は本当知らない人うつらうつら聞いてましたもう今だんだんあの退屈してきててなんか眠そうな表情になってきてふざけたくてふざけたくて仕方ないみたいなねそうそう、まあ、ずっとね喋ってながらね丸さんねどこでボケようかっていうねもうそう、もう全くみょみょの仕事愛なんて聞いてないもんねいや私ちょっとデジタルな人間なんでねいやどっちアナログデジアナ、デジアナ、ちょっと前腕時計みたいですね。うん、あ、そうね。どうですかあの今えドメイン名は明星ネット。うん、これはあの趣味のねあのだけホームページも最初に作ったのはですね今からいつになるかな22年前。ああ、そうですね。自分のホームページ作りました。それでも趣味のねあのその頃行きつけの居酒屋さんがあったんでそこの宣伝してあげたりとか。うん、あでも。ホームページ開けたら大体カートが出てきますよね。うん、今はそうですね、うんうん、カートも好きですよね。まあそっちにあの話はあんま行かないですけど今日は仕事間だから、うん、そうそう、今日は仕事なんでね、うん、はい、そうですよ、カートも趣味でやって、まあでもなんかその趣味とはまた仕事がね一緒になったりすることもありますもんね。その趣味で知り合った仲間からね、うん、あ、それはよくありますね。繋がってるんですよね、うん、仕事と趣味ってですね。あるある。だからその逆もあるよね。その趣味で知り合った仲間に仕事お願いするとかもね、うん、はい、あるもんね。やっぱりこうつながりがね、我々小規模事業者はそうそう、やっぱり大切にしとかなかったもんね。もうね、何がありがたかっていう、やっぱそういうつながりですよね。そうなんですよ、うん、もう芋づる式にね、あのいろんな方からお話が来るっていうのはすっごいありがたいですね、うん、ということは、うん、あ、一応ダメとは思われなかったんだなっていうのがやっぱある。そうだから、なんかそのやらかすと芋づる式にやらかしたことが噂も早いそれで土下座でしょそれいっぱいした人がこの休みでしょエキセントリックな人生なんだよ。おーおーおー、ありがとうございます。開き直る。まあそんな感じですよ。やっぱり Windows 系が一番多いんでしょ。多いですね。あの iPhone がこう人気が出てきて普及しだした頃からやっぱ Mac もだいぶね、あのユーザー増えましたけど、うん、でもやっぱりビジネスとなると Mac はあのソフトが少ないんですよ ね、 そうね。特にあの業務系のソフト、販売管理とか、ね、会計とか、うん、なんでやっぱり Windows の方がメインになりますね。うーんってすいません、まあ、とりあえずあの、ね、おいしいお仕事をされてる。あ、いや、おいしくはないですよ別に儲かってんの。いや今多分ね、フルで働けばそこそこ、うん、いいとこ行くと思うんですけど、結構今ね、いろんなことやってるんですよ、仕事以外で。はい、それはよく存じておりま す、 そう、こんなね、ここでね、こんな喋ったりねそうね、なんか仕事以外に結構時間使ってるんでね、なかなかね、まあ本当貢献のね、よく貢献されてますよ ね、 まあ、なかなかね、あらゆるところで、うん、なんか安定感があるよね。何の仕事にしても明星さんに言えばなんとかなるなっていつも、そうそう、どっしり構えてね。そう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 、だからそこは構えて、いや、どっしり構えてるのが休みの方がなんかもうどっしり構える感じはするけどなぜ見た目もう今に見てるよお前らマトリョーシカですか二重だるままたそこに戻るかそうなんですよ、うん、もう商工会入って17年ですよ、中川の商工会。大先輩じゃないですか。だって独立してすぐに。ああ、はい、そうか。ああ、僕もそういえば5年かな。うん、あ、私4年ぐらいですよ。ああ、同じぐらいか。でもね、ほんと最初の方入ってるだけな感じが、あの地区懇談会、はい、あれとかにはね、顔を出してたんですけど、もうやっぱり商工会なんていうかな、こうあれその役員になってから 商業部会の幹事っていうね、うんうん、理事とかね、うん、引き受けてからやっぱりなんかいろいろ広がりだしましたね。なんかせにゃいかんなと思いますもんね、うんうん、だからね、商工会入ってらっしゃる方ぜひ商工会いろいろ活用してほしいなって。そこはありますね、うん、入ってるだけっていう方がね、うん、結構多いと思うんで、まず人脈は広がりますね、うん、広がるっていうのと、あといろんなお仕事をお話声かけていただけるようになりますよね、うん、で変なおじさんおるしね、ここ前、うん、そう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 じゃあちょっときっかけワードいきましょうかね。はい、あ、まあそてなわけで、パソコン新ビットのみょみょさんでした。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。え、じゃあちょっと一緒いきますよ、せーの。そのうちなんとかなるだろう。
はい、ビビットコーナーです。それですか、これ何しようか、時間あんまりなくなってきたんで。だってなんかね、あの原稿見たら父の日ってって。これね、収録だから父の日まだ来てないけど、放送される時も過ぎとるもん。思いっきり間違えてましたよ。だからやめようって話になったんですよね。そう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 、さっき急に。誰だボールペンで線引いたな。ってなわけで、うん、何の話、今日ほら頭でさ、トミカの話したじゃないですか。あ、みんなクスッとも来なかったね、今回。なんかね、いまいちやったしね。いまいちやったね。なんか金色のどうのとかあんまり分からんかった。いや、本当はね、バキューム化したかったんだけど、うん、あれ、働くの絶対ないでしょ、トミカとかで。あ、ないんですかね。ないんですか。ない、霊柩車、ね、霊柩車バキューム化ってのはないんですよ。あ、なんか嫌だなと思って、働く車だったら作っとかなって思いますよ。あのブルドーザーとかトレーラーとか、うん、バスとか、うん、救急車とか消防車っていっぱいあるじゃないですか、うんうん、でもそれはないですね。やっぱそれは売れないって思ってるんじゃないですか。やっぱり。おかんの出し入れが自由にできますとかね。ブラックやな、すみません、申し訳ないです。そうじゃなくて、ね、その、うん、あ、いいですよ、どうぞ。皆さんですよ、うん、やっぱこう、ちっちゃい頃大切にしてたおもちゃとかってあるんでしょ。ちっちゃい頃ね、ありますか。で、僕はやっぱトミカ、最初買ってもらったのトミカでしたから。あ、これまたね、あの男の子女の子で結構違うんじゃない。うん、私はあの超合金とかね。あ、うん、ロボットのね、いろいろありましたもんね。ガッチンガッチンしたやつね。超合金って硬いね。それも超合金っていうぐらい。言うぐらいやからね。あ、それに対してあとはソフビ。あー、ソフビ。ソフビね。あれ、ソフビ鑑定団とかで見てるとさ、うんうん、めっちゃ高いのあるよね。ある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 、すごいレア。あん時買っとけばってどう思うもの。ソフビと人形よ、人形。ソフトビニールでできた怪獣のおもちゃ。もうそれこそね、ブースカとかね、かウルトラマンとかね、うん、仮面ライダーとかね。何のこと言うのかなと思って。 ありました、ありました。なんか休みやろ。やっぱりあのリカちゃん、何、なんか期待してるでしょ。リカちゃん人形とかをあの普通に遊んでましたよ、小学校ぐらいの時は。自分でお洋服こう、なんかハンカチ巻いてみたりとか、ちょっと可愛らしい時代もあったんですよ。そこはだるまじゃないんだ。なんかだるまに持ってきな。皆さんに服着たれのいい感じだったんですよ、ほんと。縁起物で。今度ちょっと動画を流そうかね。動画を。それいいわ。それいいわって何よ。エキセントリックの看板で自負で作ってたくらいよ。それこそ、じゃああれやん、エキセントリックのあのタイトル画像、あれだるまにしてるかだよ。いやいや、そう思ったんですよ。そう、みんながいろんなさ、服がね。あ、ていうか、まあ、あれが第一段階のだるまやね。まあ、駅長さんでね。普通に帽子かぶって、なんかいい感じで、ちゃんとエキセントっぽくなっとるやん、私のおかげで。これ、私いなかったら、ただのなんかふざけたおっさんが3人、あ、なんか、いる。って感じじゃない、こうやって見たら。あー、まあね、駅らしさは醸し出してくれてるかな。うん、なんとかね。まあ、これ、だるま来たらやばくない。この写真を私がこれ、だるまになるってことでしょ。うん、いつでも変えられるよ。いや、明治的なあれ、ミシュラン。そんなミシュラン。あれ、名前知ってます、ミシュランのあのキャラクター。あれでしょ、ビバンダムっていうんですよ。タイヤみたいな。そう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 ね。うん、おもちゃからだいぶそれていきましたね。あ、でもですよ、うん、あの休みのおかげで、うん、あのやっぱり視聴収率増えてますよね。本当。あ、そうなんだ。 それは何調べ。そうだい、最初だけやったよ。最初だけ。最初びっくりするような、私自分のサイン考えたもん。ヤスミンって。あ、こっちに。こんだけこの勢いで視聴者数伸びたらさ、私サイン求められるじゃないかいなと思って。1万人までいくらいと思ったもんね。ちょっとそれにサイン書いてみ。あ、いいね。頑張らないかんですね。頑張りましょう。まあ、あ、そうそう、あ、そう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 。まあとりあえずね、今日はあのみよみよさんの人となりが知れたのでよかったなって思ってます。ミニカーは売れそうになかったですね。そう。失敗した。でもっと他のを持ってこうかと思ったんだ、実は。
あのまだいっぱいあるんだこれシリーズは。まあ楽しみにしておきます。駅伝男女ショッピング。次週はあれ、丸さんを掘り下げる。あ、そうそう。ごめんごめん、掘り下げてください。わかりました、うん。どうせつまんねえ親父だから。それではまた次週お会いしましょう。パフパフ。